夜空に上がる花火を特別な思いで見届けるのは、小樽で花火会社を営む鳴海正幸さん。北海道を元気にしたい、皆さんに花火を見ていただいて元気になっていただきたいと。花火大会やイベントの相次ぐ中止で、3月から7月の仕事はほぼゼロになったといいます。そんな鳴海さんらが中心となって企画したのは、道内25箇所で同じ日同じ時間に一斉に打ち上げられるサプライズ花火。江戸時代、悪疫退散などを祈願してあげたといわれる打ち上げ花火。今回は新型コロナの一日も早い収束を願って、地元企業などが賛同して実現しました。一方、稚内でもある特別な催しが開かれました。最北端、宗谷岬での花火大会です。大変迷ったんですよ、ね、やっぱりコロナの、全てイベント中止ということで、果たしてやっていいのかなと、思いましたけども、なんとか子どもたちを楽しませるようなことなんかできないかなと。日が暮れて、札幌でも打ち上げの準備が整いました。5秒前、点火。楽しかった。綺麗でちょっとびっくりしたけど楽し嬉しかった。こんな間近で見たことなかったんで、すっごい綺麗でした。気持ち的には晴れやかになりますよね。嬉しいですね。とても満足感と感動があります。で、まあ、やっぱりこれを機に皆さん本当に元気出していただいて、普通になんかこう花火が見れるような世の中になるといいなと思ってます。